はい、どうもこんにちは、おもチャンネルんです。さあ今回の、はい、こちら見ていきましょう。はい、またまた届きました。2週間ってほんとこれ来るとあっという間に感じるんですけど、トミカのね、歴代名車コレクションですね。全国版が始まってね、今回で第3号になりますが、では早速ちょっとね見ていきたいと思います。で、今回から僕は購入ルートを変更いたしまして、ちょっと開けながら話していきますが、あれなんですよ、近くのね新聞屋さんから撮るのはちょっとすいません、やめさせていただいて、直接朝日新聞の商社っていうんかな、そちらから定期購読に切り替えました。これなんでかというとね、新聞屋さんはね、新聞屋さんでね、配達してくれるのはありがたいんですけど、ちょっとね普通にビニール袋入ってポストインだけだったんで、まあセキュリティ面がまあ不安っていうのとか、まあそういうのとか、あと到着までのねスピードがどうしても遅くなっちゃってて、その辺があるんで、ちょっと今回ね切り替えさせていただきました。なんかねもう盗難とかあっても嫌なんでね、まあそういう、まあいろんな問題からねちょっと変えさせていただきました。で、梱包も本当なんでしょう、なんか丁寧というか、ちゃんとこのようにね、ちょっと今回初めて開けるんですけど、ね、包装されておりまして、ね、中は段ボールですね、段ボールでくるまれておりますので、非常に梱包も丁寧じゃないかなと思います。だからまあ定期購読するなら、まあ僕はあえてこちらをおすすめしたいかなと思うんですけどもね、満足度は高めですね。よし、じゃあちょっとね見ていきましょうか。で、今回もねちゃんと前にね購入した静岡版ともね軽くちょっと比較ねしながら行きたいと思いますんで、では行きましょう。まあ、まずねもうパッケージちょっとこうシュリンク取っちゃいましょうね。はい、これちょっとバラすとねちょっと見にくくなっちゃうんですけど、まあテカテカしてる方がねちょっと見にくいと思うので、もうね剥がしちゃいます。これね本当にちゃんとした箱型だったらいいんですけども、完全に箱じゃないんで、後ろにサッシがねこうついてて、ここがペロンってめくれる形なので、この箱自体は保管がしづらいですよね、正直なところね。よし、じゃあちょっともう比べながらいきましょうか。これ静岡版です。静岡版のサッシをこっちを置いといてと。よし、じゃあ行きましょう。改めましてね、はい、今回ね、トミカ歴代名車コレクション第3号になります。トヨタの 2000GT ですね、今回ね。ではでは行きましょうか。まずね、もう箱は一緒です。はい。毎回多分言うこと同じになってくると思うんですけど、ね、もう箱はデザインは一緒ですね。で、まあ若干色味が違いますね。これもまあ他のやつと同様で色味が違います。で、側面も、はい、ざっとね、こうなってます。まあ色の違いをちょっと見ていただければいいんじゃないかなと思いますが、本当デザインとかレイアウトとかもね、もう同じですね。はい、このようになっておりまして。で、静岡版の方は若干ちょっと色が薄めな気もしますが、はい、このようになっております。で、背面はもう段ボールなんで特に何もないですね。トミカは後ほど見ていきます。で、冊子の内容もね、表紙は一緒で、背面も同じような感じですね。で、一応中身チェックも、させていただきますが、ちょっとパラパラと見ます。基本的にはもう同じです。広告の目がね、新しいものに変わってるかなといった感じですね。まあこれまで通りの違いでございました。さあさあ、ではでは続いてトミカの方行きましょうかね。はい、こちらが新しい方の全国版のトヨタ 2000GT です。で、古い方はね、こっちに入ってるんですよ。入ってなくて、別で避けてるんで、さあではでは行きましょうか。ね。まあここもほぼ色味の違いぐらいなんで、さっくりとちょっと。いっときます。よいしょ。はい、まずね、外箱。はい、今回のやつ結構やっぱ薄いですね。パッケージもそうだったんですけど、ちょっとなんか印刷が色薄めな感じがします。上がね、全国版で、下がね、静岡版ですけど、色味が若干薄いですね。若干とか結構ほんと、パッと見てわかるぐらいね、薄い感じになっているんじゃないかなと思います。はい、ざっくりとこんな感じですね。よし、じゃあ続いて車両の方行きましょう。車両もね、聞くところによるとなんか結構色味が全然違うみたいな感じをツイッターとかでちょっと見かけたんで、さあさあさあどうでしょうか。まあこの金キラというか、まあブロンズ系のカラーがどこまで、ね、同じ感じなのか、今んとこ印象的にはどうなる。あ、でもちょっと明るいかな。どうしようね、行きましょう行きましょう。よし、じゃあちょっとね、まず単体でちょっと見ておきましょうね。はい、今回ね第3号になります。トヨタ 2000GT ですね。全体はね、はい、くるりとこんな感じになっておりまして、と、まあ車両はねおなじみの 2000GT ですね。もうほんとおなじみですけど、最近そういえばアピタピアゴ出してないですね。なくなっちゃったんですかね。あれもアピタピアゴあれか、フェアレディ Z で変わったんか。で、ちょっと細かくいきましょうか。フロントね、顔の部分こんな感じです。ここはシルバーの塗装ですね。クリアパーツとかないですね。シルバーの塗装仕上げになってます。
でボディカラーですが、まあ、金色ですね、まあ、結構明るめな、ね、金色になっているんですが、はい、このような感じの色です。今のところ印象的には前のやつと同じような感じなんですけど、どうですかね。はい、側面はこうなっておりまして、まあ、特にね文字とかも入ってないですね、まあ、形はしっかりできておりまして、でホイールタイヤはシルバーメキオね、スタンダードタイプのものになっています。で後ろから見てみると、はい、こんな感じ。マフラーはシルバーメッキが施されてますね。テールレンズの塗り分けとか特にないです。で内装は白の成型色となってますね。はい、こんな感じで、反対側の側面ですが、はい、こちら側もこうなっておりまして、で上から見てみると、はい、こんな感じで、底の部分はと、はい、このようになっております。シャーシは銀メッキ、ギラギラですね。でこの車両はね、ギミックの方ですが、サスペンションと、あとね左右のドアの開閉ですね。はい、こんな感じでしっかりね開けれる形となってます。さあ、とりあえずね、まずねこれがね全国版でしたが、まあ、今のところ印象的には前のやつと同じような感じなんですけども、ではではと、よいしょ、ね、静岡版も出しまして、ちょっとね色味見ていきましょうかね。どうしよう、どうしよう、うん、あ、でも難しいの、並べてみないとでも分かんないかもしれません。よし、ちょっと並べましょうか。どうだ、どうですか。これ系の色ってね、ちょっと分かりにくいんですけど、少しね静岡版の方がね暗いんですよ。分かるかな、これめっちゃむずいんですよね。ちょっとあの輝いてるんで、すごくその差が分かりにくいと思うんですけど、若干ね、若干色味が暗いかなといったところですね。だから僕がね思ってたほどそこまでちょっと差がないので、これは僕が持っているやつだけなのか、それとも今のこの光の加減とかでそう見えているのか。あ、でも若干ちゃうか、ちょっと、あ、違いますね。こう並べると、まあ角度のあれもあると思うんですけど、ちょっと違いますね、色味ね。うん、あ、違う違う、あのこれね実際目で見るより、あのカメラ通した方がね、ちょっと色味が僕今分かりやすい状況になってるんですよ。こっちの方が明るいかな、うん、ね、皆さんにねどう伝わってるかちょっと分からないところがあるんですけど、どうですかね。まあ、内装の白の成型色も若干違う気がするんですが、まあ本当ね、いや、めっちゃ難しいと思うんで、ちょっと皆さん、あの感じたところがあればね、どんどんあのコメントいただけたらね嬉しい限りでございます。やっぱでもちょっと白い感じしますよね、こっちの方がね、うん、静岡版の方が。まあそんな感じでございました。おっと、シャーシーもね、まあ、シャーシーはまあ同じようなシルバーメッキですが、あ、結構こっちの方がギラギラかもしれない。これは気のせいか表面度が今回のやつの方がちょっと高いですね。前のやつの方がザラついてるというか、劣化してるわけじゃないと思うんですけど、うん、まあ結構違います。まあてな感じで、ざっくりとでございましたけども、はい、2週間にね一度発売されます。今回ねトミカ歴代名車コレクションの第3弾ボリューム3になりますね。車両はですねトヨタのね 2000GT でした。さあ皆さんいかがだったでしょうか。もう本当にあの金色黄金に輝くねトヨタの 2000GT、こちらもね取り扱いのあるねお近くのね書店で、ね、売ってると思いますので、まあ、数に限りあると思います。まあめちゃくちゃ売れてるかっていうとそこまでかもしれませんが、後で買おうと思うとなかなかねあの探すの大変で貴重な存在になってくると思いますんで、一つ正直あの値段安くないです。1900円ぐらいかな、まあ、2000円近くするんで決して安いものではないので、まあ、もし気になった方は書店、そしてもう購読するという方はね朝日新聞さんの方でねちょっとね申し込んでみてください。まあでもね、今後、こっからまだ、60号までなんで、57台待ってるんで、順番にね、追っかけていきますんで、またね、次の号がね、届き次第ね、紹介したいかなと思いますんで、楽しみにね、待っていてください。まあ、ということで、はい、今回ね、この辺りに締めたいと思います。おもチャンネル運動タルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価、どうもお待ちしますので、よろしくお願いします。あと、ツイッターね、インスタ、そして最近の笑いの腰掛けのところでね、そちら限定のね、動画も配信してるんで、ぜひね、お友達登録よろしくお願いします。では、今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではごきげんよう。さよなら。バイバイ。